先生、もし、ハルコと知り合いなので、もし隣に座っていいですか？マジか。積極的ですね。でしょ。覚えてる？俺のこと。この前、俺に連絡したやん。そうだ、そうだよ。え、覚えてないの？え、あのさ、俺の家、今猫いるから遊びに来るよ。じゃあ、今日授業終わったら一緒に行こう。あ、でもちょっと今日予定が。はるわー。なんだよ、その子。違う。なんだよ、その子。知らない。今日転校してきた。ニコ。ただの友達だよ。誰ですか？ただの友達？俺。初めて。私は。ニコちゃん。今気まずいよ。今？俺なの。俺なの。あとは伝えてないの？あ。何を言ってんの？あ、この人マジで俺この前彼氏いるのに俺に告白したよ。え？いや、ふうこ誤解だ。ふうこ違う。二人とも誤解なんだって。ふうこ、違うんだって、ふうこ。もうそういう人だったんだ。ふうこ、違うんだよ。ふうこ、俺の子供忘れちゃった？いや、そうじゃなくて。あ、私の。こんなにやるとね、仲がね、悪くなっちゃうからね。心配しちゃいましたよ。いやいや、でもね、いきなりの寸劇ですから。でもね、可愛らしい姿も見ながらということで、皆さんいかがでしたか？はい。終わりがどれが正解だったの？